とにかくもう積んで開幕行けっていうような状態でですね、契約もちょっと遅れたんで、ちょっと準備にかかる時間もちょっとみんなにも遅れて、でもまあ、最後らへん開幕前の1ヶ月ぐらい前かなぐらいから、やっとちょうどよく乗れるようになって、でまあ開幕前にはまあある程度は状態は良かったんで、まあバタバタ続きです、新チームで。でチームもね、やっぱ新しいことだらけで、すごい大変だったんですけど、まあ、なんとか開幕を迎えて、で、まあ、優勝できて、本当、よかったなっていう感じですね、本当に。友則がね、新しく降りてきて、で、まあ、ゆうと勝也くんと、まなぶくんがちょっと引退して、まあ、去年のトップ3は、まあ、常に上位に来る感じ で、そこで友則加えて、まあ、あと若手が、ね、今ちょっとまだ前の方に来てないですけど、その辺で争っていけば、ね、去年の3人プラス友則プラス若いので盛り上がっていくんじゃないかなという感じですね。この開幕戦も見て、で、まあ、深谷がね、まあ、九州地元だったんで、開幕戦すごく、まあ、両方調子良くて、で、まあ、今回もそんなに悪そうじゃないみたいなんで、まあ、深谷も若手ではないと思うんですけど、結構、ね、長いんでね、あいつも、まあ、その辺を交えながらいい戦いをして、まあ、最終的にはやっぱり僕はもらえればなという感じですね、はい。